皆さん、おはようございます。小野坂正のニューヤング TV 始まりますよ。ごきげんよう。ごきげんよう。小西くん、はい。この番組って、うん、割と10代の女の子にも見られてるようなの。本当ですか？だからね、小西くん、今日は、はい、10代の女の子たちが遊んでいるソフトで、うんうん、僕たちも遊んでみようっていう企画よ。もう遊んでるんですね。これが、うん、そうなんですね。そう、これすごいでしょ、小西くん。すごい。目がピョン、ごめんから顔面から目が外れる。メズモ、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 メズモ。小西くん、小西くん、違うの違うの。10代の女の子たちはそんな遊び方はしないのよ。全然そういうんじゃないの。そうなの、うん、そうなの。かわいいねっつって。わかりました。これでいいのよ。じゃあ、うん、今日は可愛くお届けするってことですね。うん、じゃあ可愛く、じゃあオープニングお願いします。オープニングいきます。ユン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 ユーチューバー、ユン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 ユーヤング TV、 魔法にかけちゃうぞ。始まる。まあということで、はいはい、スノーっていうね、まあもうだいぶみんなやってるでしょうけども、名前は聞いたことありますけど、はいはい、俺たちこういうので遊ばないじゃないですか。実際やったことないからちょっとびっくりしてます、うん、ただちょっとね、うん、やりだしたら小西くん夢中になっちゃってんじゃん。面白い。メズモン、メズモン、メズモンで、これメズモンで遊ぶやつじゃないから。メズモンじゃないんですよ、うん、今日はスノー、うん、遊んでみたい。どん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 新しいのがね、バージョンアップされていくみたいですから。これを見るとですね、いろいろありますね、うん。小西くん大変だ。今日はこんな顔になってしまいましたよ。小野坂さん、うんこ漏らしました。何？こういう遊びができるんですね。他のちょっと見てみましょうかね。うん、小西くん、どんな風になりたい？僕、スノーで一回やってみたかったのは、うん、これ可愛いかどうか分かんないですけど、うん、顔交換するやつ。顔交換ね。顔交換するやつ。小西くんと僕の顔を交換してみます。小西くん、気持ち悪。え、ちょっと待って。小西くん、ちょっと、ま、前髪がじっとしてて。ジャッキーチェンの若い頃似てる。俺ジャッキーチェンの若い頃似てるよ。小西くん、俺の金髪の下にある眉毛の太いやつ何それ。あれ傷です。かっこいい。海賊みたい。小西くん、小野坂さん、スノーって、うん、この番組向きですね。ほんまやな、おもろいなこれ、うん、どんどんやっていきましょう、どんどん、はい、続きましてちょっと女子高生より可愛いのやっていきましょうよ。あ、くまっちゃん、これ何、これなんか食ってる、ピザ食べてんだよ。だからこういうことでしょ。こういうこと、こういうことでしょ。あ、これチーズ引っ張ってんじゃん、ほら。こうやって、ほら。こういうことじゃない？こう、こう？うん、そう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 。これほら、小西くん。わわわわわわわ。口を開けると、ほら、全部食べちゃう、ほら。ちょっと小西くん食べてみて。いやらしい。口開けたら、ほら、飛んでくんだよ。これ何？もう、もうすごい風。何これ、何これ、何これ、すごい風なんだけど。あなたすごい口が大きいわ。いやいやいや、うわ、風がすごいな。どうも、こんにちは。カニシ君、どうも、キングスライムです。うわ、本当だ、キングスライム。カニシ君、マジスライムだもん。あ、字が出る、これ、うん、なんとスライムが起き上がり、仲間になんと、性格はこうだな、性格には。おっ、おっ、おっ、よっ、スライム相撲、スライム相撲。カニシ君、女子高生はスライム相撲では遊ばない。そうか、決着つきづらいからですかね、うん、そういうことじゃねえ。あ、ビューティーになるんだ。ほんとだ。一番いい顔して。ビダルサスーン。ビダルサスーン。今日、カラオケ行きませんか？お前のお金をよこせ。寿司。パンチするから、うん、下口開けて。うれ、ん、どっ。
これよくなんか使ってるね、可愛い女の子。舞浜だよ。お前を呪ってやる。いや、呪い殺すぞ。ボー、どうも、宮崎駿です。老けているんでしょうけど、いつもと変わりません。椅子なくてもいいかもしれないね。お、宮崎、なんでやねん。なんでやねん。な、俺おばはんばっかりやんけ。なんか食ってる。これ何これ、手か。うん、あ、口からなんか出た。口開けて。まあ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 、ベタじゃないですか。いつも企画めちゃくちゃなんです、この番組。はい、かんじくん、はい、今日はね、うん、スノーっていうね、はい、女子高生たちが、はい、10代の女の子たちが楽しんでるソフト、ちょっとやってみた。どうだった？これ、一生忘れますね。10代のみんなは楽しんでくれたかな。メズモ、ぜひみんなでメズモやってみて。メズモ、メズモ、メズモやって。どっちが勝ったか、永遠に生まれる。どっちが勝つか判定は、あの、うん、この顔が外れた方が負けだからね。メズモ、メズモ。あー、小西くんの顔が外れていく。外れた。はい。ユー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 チューバー、ニャン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 。明日もお仕事頑張ってね。俺たち声優。バイバイ。9月24日日曜日14時30分から15時30分、ニューヤング TV の公開収録を行いますよ。いつもの質問コーナーやるつもりですので、事前に質問を下の方にある宛先までご応募くださいね。よろしくお願いします。待ってるよ。